整形しまーす。カジサックチャンネルではあいつ眠たそうとかロバミガとかおーでわって言ってたけど、はい、いやほとんどの人が思ってるよろしくお願いします。よろしくお願いします。いいですね舞台を作っていけたら男前めっちゃふわふわしてます。ふわしてきました。あ、めっちゃ言いましたね。どうも、かじさくです。すねです。お願いします。さあ、こうなんですけども、はい、なんと、つねさん、はい、整形しまーす。そうなんですよ、はい、これはね、おそらく視聴者さんの中でもなんでってなってるとは思うんですけども、はいはい、ちょっといいですか、先生。まあ、もともと僕あの、整形はしてるんです。過去にね、過去にしてるんですけども、うん、ええ、やっぱりこう年齢を重ねていく上で、うん、だんだんまぶたってたるんでくるんですよ。あ、それで言うと何の整形をしたかを伝えた方がいい。あ、そうですね、ごめんなさい、全身です。はい、いや、違います、違います。どういう整形、僕ほんま身長めちゃくちゃちっちゃいじゃないですか。いや、違います、違います。ちゃうかったっけ。二重の、あ、そうだ、二重整形を昔してるんです、うん。22ぐらいの時ですかね。だから約20年前ぐらいで、はい、ね、してるんですけど、まあ、うん、間でちょっとメンテナンスみたいなことはしてるんですけども、うんうん、やっぱり年齢を重ねていく上で、こう、まぶたってたるんでくるんです。らしいね。はい、うん、で、やっぱりもう、カジサックチャンネルでは、うん、ちょっと、なんだか、あいつ眠たそうとか、なんかロバミガとか、そういうのがあるわけじゃないですか。いや、お父さん、でもカジサクチャンネルでわって言ってたけど、はい、いや、ほとんどの人が思ってるそのカジサクチャンネルだけじゃなくて、うん、吉本の社員さんもそう思ってるやろし、社員さんも思ってるの社員さんにも思われてるの。それはもうみんな思ってる。やっぱ眠そうやもん。そう、そう、それを本当に僕はもう嫌で嫌で言われるのが、そう、だから常の言い分からすると、うん、眠たくないのにもかかわらず、はい、やっぱりたるみが出てきて眠く見えてると、はい、実際は眠くないんだ。実際は眠くないです。ないんだ。いや、ちょっと眠たい。そういうことやな。眠たいは眠たい。はい、けど、より眠そうになっちゃう。そうそう。それがもうキャラクター的にも許せない。そう、ダメなんです、うんうん、やっぱりハッピーマンって言ってこう明るい感じで行きたいので、これからも先も。じゃあ今も、今のスリープマンやもん。いや、絶対いや。なんすかスリープマンって、そんなやつそんなヒーローいないでしょ。スリープマンな。はい、で、うん、やっぱりなんかね、眼瞼下垂っていう、こうまぶたが垂れ下がってくる、うん、あの、まぶたのなんか、あの形状っていうのあるんですね、はいはい、で、それを施術することで、うん、解消してくれるっていう手術があるんです。そういうのがあるみたいで、で実は結構もう多分1年以上前から常に悩んでてんな、それが。そうです、そうです。いつかやりたいやりたいってのも僕らも聞いていて、はい、でもなんかやっぱなかなかバタバタしてて、そうですね、っていう部分で、はい、でまあ今回ね、常にやっぱりもうこの4月に引っ越したやん、はいはいはい、で家族ともちょっと半分離れてる中で、はい、まあ、こっちでのスケジュールもちょっとあったりするから、はい、そのタイミングでちょっとやってみたいというのもあったりするし、はいはい、あとね、これも言っちゃっていいと思うんですけど、うん、近々またアメリカに行ったりするんですよね、はい、そうです。あの長期間、はい、こう練習を兼ねてみたいな。そうですね、あと本番のイベントとかなんかあるらしいんですよ、あ、もう先言っとく、ほんまに突撃せえへんから、もう、あ、わかりましたもう分かりました。もうほんまにしてへんから、はい、なんですけども、だからそんなんもあって、ええ、アメリカの道もあるから、うん、先にやっときたいという思いがあって今回踏みとどまった、はい、あ、踏みとどまったじゃないか踏みとどまった、踏みとどまった踏み切ったという、踏み切った、はい、ことでございますけど、はいはい、大丈夫、ちゃんと常嫁にはお前確認取ってます、はい、もちろんもちろん、いや確認取ってます、もちろん。それは何て言ってたん。いや、いいんじゃないって。ほんまかお前、はい、ちゃんと言ってます。だってそんな、そんな勝手に目ね、バチってこうなって帰ってきたらびっくりするでしょ。誰が言うてんの。勝手に頭パイナップルになったらびっくりするでしょって一緒やお前。でも、もともとの目がそれなんで、言ったら今はこう垂れ下がってきてる状態なんで、もっと戻るっていう考え方してもらえたら。そういうことやな、はい、そうかそうか、もう病院にも行って見てもらってんの。あ、そうです、あのカウンセリングももう受けてるので、はい、大丈夫ということで、はいはい、そして今回その病院なんですが、はい、TA クリニック銀座院さんが撮影協力してくださいます。ありがとうございます。実はこのクリニックなんですけど、うん、もう小部屋の方で過去に何度かお世話になってんのよ、はい、安田はね、そうですね、まあお知り合いだったりもするんですが、はい、マリエ先生、マリエ先生っていう方がいらっしゃって、綺麗な先生がいらっしゃってんやん、はい、その方が今回撮影許可いただけてという部分やな、はい、そうです、うん、どうなん、嬉しいんじゃん。いや、めちゃくちゃ嬉しいです。嬉しい、めっちゃ嬉しいです。ついに、うん、本当のハッピーマンが皆さんにね。あ、はい、もう眠たい顔とはおさらばだ。おさらば、眠たい回答はおさらばです。眠たい回。
いやでも我々もそれでもし常がハッピーになるんやったらとか元気になったらええしな。いやもちろんですよ、うん、というわけで、はい、今からこれもう扉閉まって開いたら、TA クリニックさんの方で、はい、安崎が行ってくれるのかな、はい、か施術するところもなんか撮らしてくれるみたいで、非常に楽しみですよ、ね、楽しみ、はい、頑張ってね。頑張ります、はいはい、よろしくお願いします。じゃあ行きますか、はいはい、はい、というわけで本日もせーのお願いします。さあ、ということで、TA クリニック銀座院に到着しました。ちょっとね、受付のところなので、はい、あまり大きい声を出せないんですけど。そうですね。いよいよですね。いよいよです。どうですか？ちょっと緊張してます。あ、そう、はい、でも何度かね、今までもやったもんね。はい、まあ、とはいえか、はい、はい、しっかりバッチリした顔になれることを、ちょっと期待して、はい、やっていただきたいなと思います。ついに、はい、起きる日がやってきましたね。いや、ついに目覚めの時がやってきました。目覚めの時が、はい、嬉しいですじゃあ続きましょうか。はい、はいはい、では、はい、最終カウンセリングを、はい、やっていただきたいなと思っております。なるほど、今日はね、はい、もう何度かカウンセリングはしていただいて、はい、今日は最終カウンセリングから、はい、施術、はい、ということで、はいはい、で、ご紹介したいのが、はい、マリア先生です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生はもうね、はい、カジサックチャンネルでも、ね、はい、僕が何度かお世話になって、そうですね、お肌とかやらさせていただいてます。はい、先生いつもありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそです。はい、では早速、はい、始めていただいて。先生さんのお目元ですね。はい、ここに一本線はあるんですけれども、はい、目つむっていただいて、少し皮膚も取りつつ、しっかりとこう、いいですね。二重を作っていけたら。男前そう、でもともと男前なんですけど、はい、より一層、こっちもそうですね、昔の多分切開の跡が少しこう薄くなってたところをこうしっかりと作らせていただいて、はい、この皮膚のたるみもちょっと取らさせていただきますので、はい、こういう感じになるかなと思ってください、はい、あ、ありがとうございます。多分ね、手術中でされてるので、はい、ちょっと腫れやすいとは思うんですけど、なるべく腫れ最小限で頑張りますので、あ、ありがとうございます。よろしくお願いします。これはちょっと、うんうん、もう眠たい目とおさらばできそうです。そうです、できると思います。お、できますと、来たじゃんついに目覚める時が来ました。目覚めましょう。はい、よろしくお願いします。はい、さあ、常さん、はい、今からは、はい、ちょっとビフォーアの撮影を、はい、あ、写真撮影、はい、していただきます。動画とか、動画とか TA クリニックさんの、だからインスタとかそういうところでも使われるかも、そうですね、知れないってことですよね。はい、そうでございます、はい、じゃあ早速いただきましょうか。はい、はい、頑張っていきたいと思います。めちゃくちゃいい感じです。あ、そうです。もうちょっとカメラ見てみてください。こっちから撮ってると、はい、輪っかの中から眠そうな顔が出てくる。めちゃくちゃ面白いです。眠そうでしょ。はい。ちょっと後で期待しててください。さあ、ということで、はい、撮影の方も終わりまして、はい、これから、はい、洗顔、顔洗ったりとか、はいはいはい、あとは、まあ、その施術用の服に着替えたりとか、はい、っていう工程に行きますので、なるほど、はい、いよ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 っていう感じですね。はい、はい、おい、気づいてるだろ。ちょ、マジ何してんねん。気づいてるだろ。ちょっと違う違う違う、一応ね、サックスのパターンで行こうと思ったけど、はい、気づいてただろ、完全に堂々と脱ぎやがって逆にしろよ。ど正面で脱いでやりました。そう、常さん、はい、着替え終わりました、ね、はい、着替え終わりました。こんな感じで、準備万端です、はい、で先生もいらっしゃって、はい、これからはマーキングしていきます。はい、マーキング、はい、お願いします。お願いします。お願いします。はい、理想の形を、今のまあ切開のラインがあるので、はい、この線のところでやっていきましょうね、はい、目つむります。目開きます。こういう感じですよね。はい、上のこの垂れ目がなくなる分、はい、広く見えると思うんですけど、同じラインでこう作っていきますね。あ、はい、こういう感じです、ね、はい、
はい、かっこよく理想です、ですね、はい、はい、完全に理想です、ね、今ちょっと通れちゃったかな。でちょっと書いていきますので、はい、目つむっててください、はい、そうやってミリ単位で、はい、ミリ単位で理想のラインを、と左右差がちょっと面あるんで、なるほど、手術ですもんね、これは手術です、はい、もうなんだプチじゃなくて、そうですね、がっつり手術みたいな、はい、本当はちょっとペンをお借りして、はい、僕が落書きしたいと思います。絶対ダメです、はい、そんな顔に手術ですもんね、これはこれ手術なんで、さすがにそれだけはやめてあげてください。失礼いたしました。ちょっとこれ、はい、持っていただいて、はい、ちょっとここの皮膚のたるみをこう取りますね、はい、でこういう感じで囲ませていきます、ね、はい、あ、いいですね、かっこいいですね、はい、はい、ありがとうございます。海外の方みたいな、あ、海外に行くんで、行くんでいいですよね、はい、こういう感じで、ね、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、頑張りましょう、はい、頑張ります。さあ、ということで、はい、ここから、そうですね、静脈麻酔、はい、点滴で麻酔を入れて、はい、ゆっくり眠くなっていきます。まだ意識あると思うんですけど、はい、全然ありますよね、全然あります、はい、はい、まだ大丈夫です。この後もじゃあ寝ちゃうっていうこと、そうです、そうです、だんだん頬が来ると思うんですけど、はい、まだですかね、まだ大丈夫なるほど。お酒強い方ですとか緊張強い方だと結構かかるのに時間かかるんですけど、麻酔が、はい、ちょっと外してみますね。まだ全然起きてらっしゃいますね。はい。でも今めっちゃふわふわしてます。ふわしてきました。よかった。もうこれ入ってる状態なんですか。はい。もうだんだん眠くなっていく状態です。めっちゃふわふわしてます。はい。でこれで効いてきたら施術ということで、はい、施術後もこの麻酔が完全に冷たくまで、はい、っていうことなので、はい、そうなってくると僕あの。次の仕事に間に合わなくなってしまうので、つねさん、僕はここまで、あ、もう寝、あ、もう寝ちゃいましたね。なのでここからはスタッフさんが施術、はい、その撮影してくださるということで、さすがにその手術中僕もここに入るわけにいかないので、そうですね、すいません、はい、じゃあ先生、つねをよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。頑張れ、つねさん、頑張ります。いや、ちょっと面白い顔はい、というわけで施術終了いたしました。ありがとうございます。お疲れ様でした。やっぱり手術何とかされてたので、はい、癒着とかしてて、少し腫れはあるんですけれども、うん、はい、無事綺麗に終わってますので、ご安心ください、はい、ありがとうございます、はい、もうちょっと今、もう知らない間に眠ってしまって、うん、全く痛みがなくて、あ、よかったです。本当にもうなんか知らない間に終わってるという感じでございましたはい、よかった。本当にありがとうございます。もうこれからが楽しみなんで、はい、はい、ちょっとまあ一週間後、はい、バシとかして、うん、まあ、あの、強化を見ていけたらと思いますんで、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。ここから、まあ、一、二週間ダウンタイムが続き、まあ、二週間後から一ヶ月にかけて、落ち着いてくるかなという感じでございます。ただまあ、このダウンタイム入る間サングラスしてる状態での動画の撮影にはなったりすると思いますが、その辺はちょっと申し訳ございません。ご了承、いただけたらと思います。ついに、眠気とは、おさらば、という形でございますので、皆さん、乞うご期待でよろしくお願いいたします。
マリエ先生、そして、撮影にご協力くださいました安崎さん、本当にありがとうございました。楽しみにしててください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。早速、はい、視聴者の皆様にも見ていただきましょうか。はい、お願いします。さあ皆さん、こちらでございます。じゃじゃーん、 いかがでしょうか。パチ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 、いかがでしょうか、いかがでしょうか、いかがでしょうか。いや、いいんじゃない。いいですよね。キリッとしたわ。はい、なんかね、元気、うん、元気元気、うん、それ嬉しい。やっぱ全然違うよな。うん、違う違う。いや、目力が出たわ。僕も自分の中でやっぱり普段よりもまぶたがゴリ上がってるっていう気持ちに、やっぱり気持ちとかも感覚があります。感覚がある。はい、そうなんだ。はい、またやっぱりこれね、うん、ビフォーアフター見ていただいてると思いますけども、うん、はい、ビフォーのこのロバミがエグいやん。ロバミエグかったんだな。こうやって見るとね、はい、お腹空いてる時のロバでしょ。そうですね、起きたての、ね、起きたてのロバからやな、これもうサラブレッドなったんじゃな。いや、いいやないの。サラブレッドですかね。はよ走るね。めっちゃキリッと、はい、キリッとした、キリッとした。いやもう気分も全然違う。どうなん、どうなん。確かに確かに。いやいや、もうめちゃくちゃ良かったですやっぱり。あ、そう、はい、やっぱりこうなってからこう、うん、やっぱ自分に自信ももちろん持てますし、なんかやっぱテンションもやっぱそれに伴って上がっていくんですよ。あ、そうなんや。なるほどね、はい、マジで先生の何技術、うん、ほんと痛くないんですよ。あー、痛くないんだ、うん、で、終わった後も大体ちょっと痛み残ってたりするんですけど、うん、それがなかったんです、本当に。それこそ、はい、数年前、数十年前の22歳の時にやった時と違ったってこと、はい、全然違いました。はい、やっぱ技術も上がってるし、あとなんて言ったって安武の、はい、紹介やから、はい、やかな、絶対安心やから、安心やから、安心安全安武これは美に関しては、はい、美に関してね、あ、全然違うねや。全然違います。本当にありがとうございます。ありがとうございます。でも先ほど常からちょっと聞いたんですけども、まだなんていうの、完璧ではないんだよね。そうです、まだ若干腫れは残ってるんで、うん、まだ今3週間ぐらいなんですけども、うんうん、もうちょっとまあ完璧になるのが大体2ヶ月ぐらいなんですよ。あ、そうみたいな。なるほどね、はい。でもやっぱり我々ちょっとストック系 YouTuber だったりするんで、そうそうそう、まあ、なるべく、うん、無理しては便利ですけど、なるべく早めに動画も出したかったなと思ったんで、はい、でないとこれから先ダウンタイム中の常ばっかりになってくるから、はいはい、そう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 なんですよ、うん、なのでちょっと早めに先生の了承も得て、はい、撮らせていただいているということで、はい、まあ、あと約1ヶ月後ぐらいにはもうまたパキってなるっていう、もうちょっと腫れが、ね、腫れが引いてこう馴染んでくるっていう感じですかね。あ、はい、いや本当なんか明るくなったな、うん、確かにそうでしょ。もう眠ない眠たいなんか言わせへんで。眠たいなんて言わせへんで。どうなんですか、はい、家族の反応は。あ、確かに、うん、あ、やっぱり結構ね、常嫁には、うん、たまにこう隠し撮りされてたんですよ、この前の状態ですね、はいはいはい、ジジイ言ってるぞみたいな。あ、二重をする前、はい、前ですね、いじられてたよ。いじられてたんですけども、やっぱり今回こうなったことで、そういう風にもう言ってこなくなりましたね。あら、え、それすなわち喜んでくれてるってこと。喜んでくれてますよ、もちろん。本当、はい、やってよかったやんみたいな。やってよかったやんって言ってくれてます。言ってないな、これ言ってないよ。怪しかった、怪しいな、もう全然言って、もう返しなんかな、うん、言ってないやろ。うん、言ってないです。おい、言ってないやない。まだ言ってない。あ、まだ言ってない。まだって何。今後言うかもしれんけど、はい、まだ一応言われてないんだ。はい、まだ言われてないです。なんか
言ってもらいたいなっていう気持ちがあった。子供たちは、うん、あでもあまだでもその綺麗になってきてからはまだ会ってないんで。あ、うん、そうか、はい、そうな、常がほんまにもう仕事をね、はい、頑張ってることはええねんけども、結構現状イベントをね、そうなのよ、入れまくってたりするから、そうそうそう、あそうかそうか、しっかりと会いたい、はい、テレビ電話とかはしたりしてんちゃうやん。ちょっと今日やります、テレビ電話な、はい、あなるほど、あんまりしてないね。あんましてないです、うん、最近ちょっと自分の中でもう仕事でいっぱいいっぱいになっちゃったイベント詰め込みすぎてほんまにね、はい、もう週末どっか地方行って行ってるわ、行ってる、やってるから、はい、おそらくもうちょっとしたら常嫁爆発すると思う、はい、危ないよ本当に、はい、気をつけよう、はい、いやでもやってよかったんじゃない。本当によかったです、はい、もう自分でもこうなんかやる気もスイッチがまた一つ上がった気もしますんで。それがいいやんか、はいはいはい、おめでとうございます。おめでとうございます。でですよ、先ほどもちょっとちらっと言いましたけど、はい、あのうち本当にストックいっぱいあるんですよね、ええ、だからまだロバミが残っている常さんがたくさんいるんですよ、うん、いるんですよそうそうそういるんですよ。だから多分、うん、この1週間2週間はしばらくまだロバミなんですよ、うん、ロバミなんですよね1週間2週間は、うん、そうそう、だから勘違いされないように、うんはい、見てる方々が、うん、あれ常さんもっと戻ってるよみたいなそれはあくまでもストックだったりしますので、はい、サングラスの常さんも出てきますね。あダウンタイムの、そうなんですよ、うん、だから常がまあ施術した後、まあ3週間今経ってるじゃないですか、はい、この3週間内で結構動画も撮ってる、うん、撮ってるんだよ。ただやっぱお見せできなかったりするので、うん、基本ベースさっきのサングラスだね、はい、これこのサングラスをかけて撮影してますんで、はいはいはい、あくまでもこの状態の常が出た時はダウンタイム中という、はい、ことでございます、はい、決してコメコメクラブに暴かれてそういうことではないのでね。コメコメやってたのが新メンバーではないってことで、コメコメクラブやってたでしょやってましたね、確かに。カールスモーキー石井さんがね、カールスモーキー石井さんがやってたやってましたね、この目が、ね、石井さんも素敵な方やけど、はいはいはい、そこに憧れてるということではない、ではない、ダウンタイム中であるという、ダウンタイム中、はい、だって石井さん別にパイナップルヘアしてないしてないしてない捨てない捨てない、はい、そうそのほどをねちょっとね皆さんご了承お願いして、はい、結構サングラスでちょこちょこ出てくると出てますね、はいはい、思いますんでね、はい、本当によろしくお願いいたします、お願いいたします。よかったね、よかったです、ありがとうございます。元気になってね、ありがとうございます。よかった。じゃあ次トンボかな。そうっすね俺やな次は、うん、トンボが次はな、はい、いくでしょ。行くよ、行く、どこ行く。唇唇いくの、はい、唇二重にする、二重にするどういう状態なのここ失礼いたしました。まあ、とにかく常もね、はい、今後はメンテナンスもしっかりしていったら、そうよ、多分22歳の時にしてから実はメンテナンスもそこまでちゃんとできてなかったんですよ。そうですね、ちゃんとせなあかんわ、もう年も年やから、はい、やっていったらええと思います、はい、とにかく、はい、常が元気な顔になって、はい、よかったです。そして何よりも似合ってます。似合ってます、はい、これからも元気な常をよろしくお願いします最後まで見ていただきありがとうございます。インスタグラムのフォローお願いします。 X のフォローもお願いします。 TikTok のフォローもお願いします。またお会いしましょう。